川端です。よろしくお願いします。今回2023年7中の最初の1問を解説していきたいと思います。この式においてこの資格を求めなさいという問題です。まずはですね、この2023、今年ね、受験する方、ぜひ覚えておいてください。2023というのは、7×17×17 に素因数分解することができます。そうすると、この17とこの17消えるんですね。消えましたと。そしたらですね、14分の1引く15分の1ですが、分母を 14×15 にします。そうすると14分の1は分母分子15倍しますので15になって、こっちは14倍するのでこうなります。で、これに7をかけるわけですね。で、これが1÷81引く四角になり、そうすると7と14約分できますね。ここ2となります。で、15引く14は1なので、30分の1が1÷81引く四角という具合になり、そうすると、割るってことは、81引く四角分の1になりますね。これが30分の1になればいいわけですから、この四角はですね、51が入りますね。81引く51で30。これね、30分のね、1になりますから。よって答えは51という具合に出るわけですね。ちなみにですけれどもね、ちょっと情報によるとですね、2023年のね、7中の入試問題は1月14日と1月15日に行われて、合格発表が1月17日だったらしいです。さらにですね、来年の、まあ今年のですね、今年の入学する生徒は81期生ということで、このような問題になってたという情報をですね、ツイッターの算数星人っていう方からですね、のホームページ見て、ちょっと、情報を仕入れてまいりました。以上で解説を終わります。では。